寝起きなのにプリン以外きちんと食べてませんでしたね。ああ、私作ってくるから大丈夫。いいんですか？北川さんの手料理俺がやります。え、いいよ、五条くんにはいつも作ってもらってるし、今日は任せてよ。よっと、何作ろっかな。卵とオムライスとかやっちゃう。そんなんしたらやばくない？クッソ女子じゃはずー。こっつ、もう早く作れっつーの。よっ、目染みてきた。天才なんだけど、オムライス楽勝すぎだし。いただきます。どうぞ。中まではいい感じだったんだけど、買い切ってやり直せなくて。いや、やっぱ食べなくていいよ、ごめん。胡椒の他何か入れました？え、鶏ガラスープの素と。それでこんなに美味しくなるんですね。え、いいですね。なんか気使ってない？はい、使ってませんよ、美味しいです。よかった、